ライダー、武田、春信だ。お前の召喚に応じ参上した。風林火山の旗のもと、戦国最強の武田の力、存分に震わせてもらおう。ところで、火、持ってるか乗れ、出かけるとしよう。 何戦国最強の武田は戦国最速の武田でもある。誰にも俺の前は走らせん。主従だとそいつは俺も苦労した口でな。人を滑るというのはなかなかに容易なことじゃない。そうだな。大した助言はしてやれんが、苦労のほどは分かち合えるだろうよ。 お前なりのやり方でやってみるんだな。愚痴ぐらいならいつでも聞いてやる。おっと、土産のタバコくらいは用意しろよ。マスターとサーバントか。お前がいて俺がいる。俺にとってはシンプルにそれだけだ。任せておけ。武田がお前を支えよう。 戦国の世に、後にも先にも俺より強い男はいない。こいつはおごりや過信で言っているわけじゃない。事実、周りを見渡しても俺にかなう男はいなかった。謙信あいつは女だから嘘にはならん。いや、それ以上のよくわからん何かだ。 金輪際関わり合いにはなりたくないね。とか言ってると気やがるんだがな。何なんだ本当に。三段打ちなら知っている。それがどうかしたのか別に信長に負けたのは俺の武田じゃない。俺のいない武田だ。勝頼の武田は勝頼のものだ。俺がどうこう言うのは筋が違う。 まあ、それはそれとして、第六天魔王とかいう名乗りはどうかと思うがな。聞いてるこっちの頭が悪くなるだろう。あの赤い女、どこの国のセイバーだいや、いい赤をしていると思ってな。何ローマの皇帝だとなるほどな。 波の者にあの赤は出せんと思ったが、そういうことなら納得だ。おい、あのつくしみたいな野郎は何者だ信長の弟あいつがかそうか、信長のために己を。なるほど。それで妙に気になったわけか。いや。 何でもない。さっきの言葉は撤回しよう。ほう誰かと思えば吉成のせがれか。聞けば俺の亡き後、甲斐で大層暴れてくれたそうだな。親父殿とは、武田も幾度か槍を交えたが、戦場では、攻めの三座の名に恥じぬ働きぶりだった。 せがれのお前がどの程度か、一つ腕前を見せてもらおうか。制服王イスカンダル。いい赤をまとっている。それにあの豪壮な戦車、気に入った。機会があれば一根交えたいものだ。地元にいい店を知っている。なんならお前も来るか 信繁か。俺には不釣り合いなほどよくできた弟だった。あいつ自身が斐を継ぐというなら、俺はあいつに打たれてやってもよかった。だが信繁はそうはしなかったし、そうはならなかった。俺が斐を継ぎ、あいつは俺のために生きてしまった。ありがとうよ。 俺の一番の弟好きなものそうだな車も悪くないが他にあげるなら当時か甲斐にもいくつか隠しを持っていてな戦の傷を癒すには湯が一番だなんなら案内してやろうか俺の苦手は青虫 誰だそんなくだらんことをお前に吹き込んだのは。どこで聞いたか知らんが。いや、認めよう。はっきり言って苦手だ。これでいいかおい、ちょっと待てまさか持っていないだろうな。いや、持っていたとしても出さんでいい。出すなよ。 願いが叶う聖杯か。どうにもうさんくさい触れ込みだが、そんな見えすいた餌をぶら下げて、人と人を相争わせるなど、魔術の世界とやらも、戦国の世とさほど変わらんようだな。またくだらん馬鹿騒ぎでも始まったが。<laughs> 別に嫌とは言っていない。 お前といると退屈せんと思ってな。では、出かけるとするか。俺がライダーなのは当然だ。武田の牙を滑る俺以外に敵人がいるなら教えてほしいものだな。何ここには牙に長じた者がたくさんいるだと。面白い。片っ端から集めてレースでもしてみるか。 車はいい。俺の生きた時代にはなかったものだが、こいつを狩ることができるだけでも、お前に召喚された価値があるというものだ。風を切る走り、荒々しい力を秘めた佇まい、方向を上げるエンジン。俺が狩るにふさわしい鉄の牙だ。俺は赤が好きだ。赤とは武田であり、 火の赤であり、受け継いだ血の赤だ。こればかりは海洋のない俺の大元なんだろう。だから俺は赤をまとい、この血を燃やし、戦場に立つ。それに、赤はかっこいいだろお前か。そうだな。少し付き合え。遠がけに、いや。 ドライブとシャレ込むか。分かったらさっさと支度しろ。ふん。俺の隣にふさわしい奴など、せいらい現れんと思っていたが、まさかこの身が英霊となってから現れるとはな。さあ、今日は行くところまで行くぞ。覚悟しておけよ。俺は生まれた時から武田を背負い。 武田のために生きてきた。それ以外の生き方は俺には許されなかったし、するつもりもなかった。その果てに待ち受けた結末にも、多少の悔いはあるが、納得はしている。その俺がキーな絵にしに導かれ、今、こうしてお前の前に立っている。お前が背負うものは、あの日。 俺が背負ったものよりはるかに大きなものになるだろうそれでもお前が背負い進むというのなら武田ではなく一人の男として俺はお前を支えよう武田晴信ですかそうですね私と何とかやり合えたのは晴信くらいのものでしたし 実際、かの者との戦は心躍るものでした。とはいえ、あの薬場破りはいかがなものかと。東西風に言うなら、美写門店も激横ですよ、激横。ここは倒産。他を当たるんだな。どうしてもと言うなら、武田が相手だ。 お前らに武田の相手が務まるとでも、俺の前に立つということは、武田の前に立つということを。冗談ではすまんぞ。武田の戦、見せてやる <laughs> 安心しろ。俺がいる。俺が城だ。格の違いを。 教えてやるそう。武田の赤だ。いい音だろう。よし。迷うな。信じろ。そうだな。俺の騎馬隊で蹴りをつけるここで、押し切る武田の軍略、目に焼きつけろ いいだろう。本気で相手してやる後ろだ。林のごとく。逃がしはしない。荒っぽく行かせてもらう。うわぅぅ火のごとく動くな。山のごとくフルスロットルだ悪いが、止まれん。 おっと、早すぎだが、風のごとく目障りだ、消えろ。ふらついてんじゃ、ねえねえこれが、武田の拳だ、うんーさあダメ押しだ受け取れ武田の炎は、 消せん早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山の如しこの一戦を決するは、武田の誇り。いや、俺の覚悟だうぅー 風林火山風と共に生まれ、森と共に育ち、火と共に歩み、山と共に行く。神羅万象、天然自然の断りをここに風林火山やると言ったら必ずやる。それが俺の流儀だ掲げろ旗を 武田の旗を、風鈴、火山ち、さすがに効くなっ。武田は、崩れんあだは敵、か。武田は死なん俺に、膝をつかせるとは。 タバコの火、あるか。戦国最強の名は伊達じゃない。気にするな。俺に負けるのは恥にはならん。武田の相手をするには、十年早かったな。戦の勝ちは五分で上等、七分でまずまず。このくらいにしておいてやる。名抜けが。 騙し騙されは乱世の習いだグダグダ言ってる暇があったらかかってきなああもらっとく悪くないな励むとしよう武田の力はまだまだこんなものじゃない。 こいつを身にまとうのも久しぶりだな。いいか。俺が鎧をまとうのは、武田の戦をするにふさわしい相手と認めた時だけだ。俺を使うと言うなら、お前も覚悟を持って戦に挑め。半端な覚悟で戦うと言うなら、お前との契約なぞ破り捨てて退去するから、そのつもりでな。 俺の車かあああれは俺の相場黒雲が俺の城をまとい具現化したものだ人は城ならぬ馬は城というところだな自分で言うのもなんだがかっこいいだろうんああ赤いのは俺の趣味だ いい子だあまり近寄るな食われるぞはっこういうのもある黒ロこいつが甲斐の暴れ馬だ走る <noise> これこそが、神羅三郎義光公伝来、甲斐源氏の至宝、てなしの鎧。見果たよ、かの者の戦、人の世の命運をかけた長く険しい戦になれば、今こそ我が身にまとうことを許されよ。そして今この時より、この信玄がそなたの戦、 そのことごとくを制してみせようぞ出陣か参れ黒黒さあ乗るがよいこの信玄ある限りいかなる戦とて遅れは取るまいぞ主従か家臣の手綱を握るというのは。 なかなかに骨が折れるものよ。ましてやそなたのごとく、古今の英傑を束ねる苦労はいかほどのものかとな。一つ教えてやろう。よいか。人を使うにあらず、その技を使うにあり。生かすも殺すも、そなた次第よ。 マスターとサーヴァントの関わりかいかに契約という印があるとはいえご恩と奉公という大元は忘れぬようにな金子にせよ情けにせよその者が求めるものを与えてこその主君というものよ第六天魔王織田信長ないや 我の書状がきっかけとはいえ、普通そんな馬鹿みたいな名前を記して返答するとは思わぬだろう。まともに相手などできるかそれであそこにいる赤シャツはなんだ何だ何あれも第六天魔王。しかも水着だとうーん。器量については疑うべくもないが、 センスの方は誠のうつけであったか。手の血ティトランドの、南の地にて繁栄を歌った水上都市。いや、この信玄も治水にはいささか心得がある。ぜひ町割りについて語り合いたいものだ。何都市が巨人に変化する。 はははははは、<laughs> 我が城は馬となるが一枚どころか十枚上を行かれたなあの者まことはあの諸葛孔明かそなたのもとにいると驚かされることばかりよなうん是非孫子について語り明かしたいものだ何 戦略者のゲームの方がいい。よくわからぬが、軍略を競うというなら、相手をしてもらおうではないか。石飛ばそなたが言っているのは、あの石飛ばかあれが自分では漁婦だと思っているすまん。 話がまるで容量を得んが、あの馬が名馬であることが間違いないのはわかる。わかってしまうのだ。聖少納言だとあの中古三十六河川にも数えられた聖少納言がここにおるとこれは一つ、歌の指南を願いたいところだな。それで、どちらにおられ、 もしやと思うがあの何と言ってよいかそう活達で色鮮やかな女子が清少納言とお,おっけまるあの三河の小僧が天下を取るとは世の数勢など分からぬものだ三方ヶ原での一戦 どうやら己の血肉としたようだな。よいか。あと一押しというところこそ、慎重に事を運べ。我も若い頃、手痛いしっぺ返しを喰らったことがある。三河の小僧のごとくな。<laughs> そう思えば、因果は巡るということかもしれんな。 好きなものとは血と違うが人中食には心を砕いたものだそのうちのいくつかは伝わり続け海の名物になっていると聞くいずれ食死に行くも一興よな嫌なことは先にするがいい己がしたいことよりもなそのように構えておけばたとえ中途で折れたとしても 身を滅ぼすことにはならぬ。万能の聖杯。そう聞いては素直には持ち入れぬ。こう見えて、疑り深い性分でな。それに世の者たちがこぞって良きとする者には、得てして裏があるものだ。祭事が開かれておるのか。ほう 獲物乱取りし放題と申すかははははそれは出遅れるわけにはいかぬな。存分に分取ってくるとしようではないか。英血などというものが、皆良きものであろうはずもない。そなたも正足らんとするならば、己の目で見定めることだ。無論。 この信玄もしかと見定めるがよいぞ。何せ、薬場破りと諸国に名高か,かった男だからな。何事もまずはやってみることだ。やる前からできぬと思っていては、なることもならん。ことを起こすに遅すぎるなどということはないのだからな。 ハハハハハ偉そうに言ったからにはこの信玄も手本を見せねばな何か当てはあるかほう動画配信ではそなたに指南してもらうとするか我が巨城ツツヶ崎館には山と呼ぶ川屋をしつらえておってな 敵に備え間を広く取り、机や硯を置き、書状を記すこともできた自慢の川屋よ。しかも、水を流すこともできたのだぞ。何なぜ川屋を山と呼ぶかだとはっはははは。<laughs> 山には草木が絶えぬからよ。ん 言葉遊びは響かぬか。これは草木と草木をかけた。何親父ギャグだとうん世セタに旗を立てようか。我がことながら工事を託される方の身にもなれというものだ。 我があのまま信長を叩き潰しておれば、もう少し何とかなったかもしれんが、それも千なきざれごとよな。そなたも今すべきことに精一杯に当たるがよい。時を隔てて後悔するなど、気持ちのいいものではないからな。この信玄が行くところ、そこすなわち、そなたが行く道。 その道行きにいかなる困難、最悪が降りかかろうと、そなたの城となり、石垣となり、堀となり、その身を守護しよう。たとえその果てに倒れたとて、そなたと共にあるならば、何の触りがあろうか。御旗立てなしを、ご承覧あれ我が軍力。 我が力の全てをもって、主と共に、人の世の断りをかけた戦いに挑まん <music> よくぞここまで我を鍛え上げた。海に信玄ありと謳われた力を、完全に取り戻すことができた。いや。 王子以上の力が、この身より湧き譲るのを感じるぞ。かつての我は、年を経るほどに、戦に勝つほどに、国を大きくしていったが、国が大きくなればなるほど、世のしがらみに絡みつかれ、思うように動けなくなっていった。そうしてこの身を蝕まれ、 ついには道半ばで倒れたのだ。だがそなたに呼ばれ、この地に立ち、何らのしがらみもなくこの力を震えるとは、まさに夢のごとくぞ。<laughs> この身に流れる武田の血が、赤く燃えたぎっておるわさあ手を取れそして行こう 我がマスターよこの果てしなき旅路を共にそうだ俺は賭ける風林火山の旗の下、お前と共に賭け続けよう北へ強くなれるというのは良い,いものだな。 <laughs> 血が燃えたぎるわなせばなるとはこのことよさあ次ぞ参るか 神出るぞ武田が戦その身に焼き付けようこの信玄を一部将に徹させるなどフフフたぎるではないか我が軍略の全てをとしてこの一戦に勝ちを見よううろたえるなここにおる知りがたきこと 影のごとく。武黒雲馬はいい。これが、武田の穂よ我が血を燃やせほう、そう来たか。よかろう。武田に任せよ。この戦、信玄が決す 武田が八人、いかようにも応じようぞ我が旗印に続けよくぞこの木を見抜いた前れ、黒く踏みならせこらえてみせ卸おろしの如く燃えよホの如く虎の牙に砕けよ それそれ叩き潰す大山が如く聖や神羅が如くうん地れ雷帝の如く武田の赤き、その身に受け侵略すること、火の如く 立てなしを赤きに竹り、歯を示せホムラとなりて、敵を撃つ早きこと、風の如く。静かなること、林の如く。侵略すること、火の如く。動かざること、山のごとし 人は城。人は石垣。人は堀。情けは味方。仇は敵なり。すべてを背負い立つ者よ。この信玄が支えようぞ風林火山掲げい武田の旗を風林火山の旗印を天地をかけよ 赤き者の二つうぅこれ式の敵この信玄が身一つで押し返してくれるわ血をゆく貝の虎がいをしない風林火山てなしに傷をつけるかこれ式か。えー がセタを超えるは、叶わぬか武田の火、受け取れ。膝は、つかぬ行け我が屍を超えて聞けこの信玄ある限り、彼女、一歩足りとて踏ませません これが戦国最強と謳われた武田の騎馬隊をいかなる者とて阻むことなどできん兵は起道なり、か。なればこそ勝たねばならん。武田を止めたくば、越後の竜でも連れてくるのだな。あ、いや。呼ぶな。 悪いがお前たちにも戦の支度を手伝ってもらうぞ。無論、働きに応じて礼は出すから安心してくれ。褒美を惜しむ者に人はついてこないからな。かしこまらんでもいい。カルデアと武田は同盟関係。形の上でも同格だ。お互い実のある取引と行こう。 こいつかああ、いいコートだろう。男が纏うなら赤だ。無論女も赤がいい。白いや、白は遠慮しとく。一つずつだ。今日一つだとしても続けていれば、いずれ百にも千にもなる。積み重ねられる奴は強い。 知らせは頭に入れておけよ。何世の中大体のことは知ってさえいればそれほど怖くなくなるからな。